さあ先手の高橋選手はダブルマリガンで、後手の高尾選手はキープと。さあダブルマリガン、ただそのダブルマリガンを跳ね返す力があるのが王神ですよね。そうですね、王神はまあアンフェアな要素も兼ねているので、はい、ただ高尾選手のデッキがメインから差額4枚ですからね、王神かなり意識されて今回臨んでいる可能性ありますかね。まあ、先週の結果を見るとやっぱりちょっと今差額はもう欠かせないなという感じはしますよね、うん、4枚必須かなと。死に返すのうちは入っていないんですが、その回差額が4枚入っているので、まあ、王神対策はバッチリですと。いや、この作悪というカードもとんでもないカードですからね。そうですね、高橋選手のリストは除去はかなり少なめ、ね、ただクリーチャーがその役割を兼ねている、まあ、チパカブラと人質と。そうですね、あとバリスタなんかもありますし、はい、そうですね、環境偉人戦ではコントロールが暴れて、環境名人戦ではこの 赤系が暴れてると。あの時はもう本当に赤田めちゃくちゃ意識されてたん で、 そうです、ね、みんな強いって分かってましたからね。ただ今は他のミッドレンジが頑張ってるせいで、赤田が強いのは分かってても対策しきれないような。マグマのしぶきを入れた結果スカラベに負けるってのはちょっとバカらしいですからね。そうですね、軽い軽いの軽い、はい、まあ、だからタカリアが頑張ってるので最近マグマのしぶきの評価は上がってたりもしますけ ど、 ど、まあ、一応マグマのしぶき自体はスカラベも、そうですね、合わせ技で追放したりもできるので、はい、さあスリーブもお互いかっこいいの詳細とますね。はい、というわけで先手のダブルマリガンした高井選手は一周の池からゲームを始めました。ミッドレンジャーいいぞと、まあ、ミッドレンジ大好き津村さんが、そうですね、もう最高のアーキータイプですさあ高井選手1ターン目か迷っていますが、山を置いてターン終了。さあダブルマリガンのこのアドバンテージをなんとか取り返したいのが高橋選手。さあタカリア、このカードがどうですか、青黒相手には普通に強いカードという。まあもうタカリアやっぱり最高のクリーチャーですよね。タカリアはタカリアと。さあサメント置いてターン終了。まずは高尾選手のタカリアが1回攻撃をして、というよりはマグマのしぶきが見えてますね。はい、高尾選手のデッキはちょっと防御的なデッキなのか、その除去がかなり多めですかね。どうですかね、ショックのところがスプレーになってるような感じかなと思うんですけど、はい、そうです、そんなに普通に赤黒アグロって感じですね、うん、そんなに除去が特別多いということもないです。なるほど。さあ高田は2体目が出てマグマのしびきを構えています。4枚目の土地を置いて、おお、チパカブラ、これはもう最高です、ね、まあ、最高のカードですね、まあ、1体除去ります。ただここには飛ぶんでしょうか、マグマのしびきが。さあしかししっかり高尾選手を減速させているので、はい、おー最高のトップデッキ。ただ山がなくないですか、まさか赤丸が、いや、あー、たっぷりですね。さあしかしもう十分に減速させられたので、やはりスカラベの神なんかここらで出ると、はい、このスカラベはどうですか、バリスタですね。ここはちょっとこの場では、そうですね、ちょっと、まあ、スカラベの神ほとんど持ってないと思うので、はい、さあここはスルーでしょうか。はい、ライフが11、そしてで登場するフェニックスと。このフェニックスというカードに何度苦しめられるかって話ですね、高橋選手は。まあでも先ほどは見事に打ち破ってきましたからね、はい、そうですね、このフェニックスが侮辱ブラスカン侮辱を食らうであろうとなると一気にゲームは変わってきますかね。そうですね、まあ、なので高尾選手としてはちょっとまあイフミリの視界を起動するだったり違うプランも考えてますね。おまあ、ブラスカの侮辱が1枚なんてことは誰もわからないですからね。そうですね、当たった瞬間に4枚って確信しますよね、大体青黒イコール、青黒イコール4枚ですからね。さあ高尾選手としてはそれを知ってるかこそ迷いますね。ただここは出しましたね。さあまだ王神とはわからない可能性がありますからね、デッキが。そうですね、まあ、ここまでさすがに長引いてるともう最後の最後なんで、決勝戦なんで ある程度相手の空きタイプは分かってそうな気はしますけど、まあ、ただ全貌は分かんないですよね。その除去が何枚入ってるかとか、そこまでは絶対分からないので。侮辱は4枚入ってると普通思いますからね。そしたらこのプレーが辛いと、今度は侮辱がないとないは強いですかね。さあこの4ターン目ですが、なんとかフェニックスを対処したい。
ハンドは1枚ですが、この長さは人質取りですかね。人質取りですかね。ちょっとリスクがあるのでどうしようかなっていう風に見えますが、ハンデスから手札破壊から入ったら全然違ったんですがね。さあ人質取りですかこれは。あ、バリスタ2枚目。あ、本気を出すとフェニックスを殺せる。はい。しかもあれですね、本気を出そうと思うならもう裏目なく殺せますね。いや、ただ一応裏目はあります、多分。3点目を打つのにスタックでしぶきが飛んでくると残っちゃいます、ね、おお、そういうあれですね。なるほど、バリスタで1点ずつ打っていかないと殺せないんで4点目にスタックで、あ、3点目にスタックでやるとカウンター1個しかないんでトークンを打ち殺す余力がないと。ただこれはいや、まさにそのプレイになりそうですかね。そうですね、まあ、ただ高橋選手としてはもうバリスタ出した以上はそれをするしかないので、やるしかないと。1点1点って打ちますか。さあ今2点目ですかね。3点目、3点目を打つ、それにスタックして打つことでフェニックスのあのフンの方を残せると。さあここに坂枠を合わせていきます。そしてこの最後のやつは本体にで、フェニックスは無事死亡してトークンが残ると、トークンが残ると。さあ手札には無許可分解を残しています。高尾選手もう今、往診と分かってたとしても、もう単純にダメージが入る方を優先したとスカラベの神とか出てきた時に一番強い除去を手札に残して返してトップ戦で大丈夫と。さあここは勇者です。勇者からだとフェニックスを倒せないんですかね、バリスタ以外では。さあそしてこのままだと高尾選手は10点分の手札の火力も合わせると10点分の火力があります、はい、おお、ただバリスタがありますね。素晴らしい、素晴らしい。これはがぜん分からなくなってきたんじゃないでしょうか。まあ、ただこうなると高尾選手はこうやってタカリアの餌にすることもできるので、フェニックスを、まあ、餌にしてタカリアを釣ると。さあこれでイフニルの視界で6点詰めて、はい、でハンドには分解もあるとっていう感じになりそうですからね、うん。高橋選手今回はライフを回復できるクリーチャーは墓地に落ちていないので、うん、仮に往診が返ってくることがあったとしてもそんなにひどいことにはならないので、はい、この赤黒の黒の強さを見せてますね。そうですね、タカリアもそうですし、はい、この今のイフニの視界もそうですし、5までいってハンドが分解なので実質ライフは2と。で次のターンタカリア両方止めないと死んでしまう、はい、スカラベの神に対して分解を打って、まずは第一ゲームを高尾選手が先取と。あのスカラベがもうちょっと早かったらゲームは違ったんでしょう。そうですね、5ターン目だったら全然違ったと思うんですけど、はい、さあ1本目を勝利したの高尾選手、赤黒見事に赤の強さと黒の強さ両方を見せつけての勝利となりました。そしてサイドボードなんですが、高尾選手早いですね、早速もう、おお渋い、グレムリンの解放、グレムリン解放と、あとアングラスですかね、ちょっと見えたのは、言えたのは。高尾選手サイドボードめちゃめちゃ渋いですね。渋いですね。サンマナ2ディスカードとかも入ってるサンマナ2ディスカード1回自分で試して弱くて抜いて、友達が試して強かったって言ってもう1回入れ直してましたからね。すごいですね、はい、最近だとドゥームフォールが結構こういう枠にはすっぽり収まってるんですけど、はい、ドゥームフォールも入ってますね。ドゥームフォール2枚抑えて、大最悪も入りつつ2ディスカードも入ってる。グレムリン解放はどうですか、往診を往診というのはやっぱ分かったんですかね。往診というよりか、まあ来世、まあ、最後 の、 あの墓地ディスカードはしてたんで、もう往診は見えてたんで、ああ、まあ、来世の門型だろうということで見えてたんですね、はい、基地の勇者のディスカードが往診でしたね。グレムリン解放は懐かしいカードですね。そうですね、機体全盛期にはもうあちこちで打たれてたカードですけど、はい、ここに来て、さあ一方の、高橋さんが今サイドインしたカードがチャンドラーなどは入れたんでしょうか。今の入れてるように見えましたね。やっぱりちょっとデッキを重くして1マナ1、1とか、はい、そういうカードを抜いて、一方高橋選手も、先ほど赤タン相手の時と同じようなサイドボールをされるんでしょうか。そうですね、どうですか、タカリアということを見越して、このまああんまり変わらない影響はしますけど、追跡者は入れないですかね。うん、入れないと思います。普通に1-4とかで止めてっていうゲームプランは一緒だと思います。ヘプラスカの侮辱課題がやっぱ入ってくると。そうですね、はい、
高尾選手も結構このグレムリン解放って多分そのライセノモン経由の方が多分輝くんで、そのいきなり押しをボンって出してきて天使釣られた後だとあんま意味ないんで、そのライセノモン型が増えてる、青若型が増えてるっていうのも考慮してグレムリン解放なんだと思いますね、うん、なるほど。作白に加えてグレムリン解放ですからね、かなりアタフト意識してきました、ね、そうですね。しかも最近のトレンドも抑えてる、はい、まあ、スタンダードやり込み勢という名人対決の決勝にふさわしい。さあ、ということでやはりゲームとしてはお互いにというか高尾選手は遅くしようと思って、高橋選手も遅くしようと思いつつちょっと急ぐみたいな、うん、そう、まあ、こちらとしてはどちらかというとやっぱコンボよりかは、うん、もう盤面をスピードリンクのクリーチャーで抑え込んで、うん、スカラベとかで活動が楽だと思いますけど、うん、まあ、やっぱりプランがいろいろあるというのはそれだけで強みですよね、はい。まあ、実際に高尾選手は、グレムリン解放サイドインしたりしてるぐらいなので、はい、その結果ただ普通のクリーチャーが並ぶ展開になる可能性がある。そうですね、スカラベとかに対処できないってことも十分考えられますし、はい、スカラベに対してやはり除去るカードが多いのは赤黒の特徴ではありますかね。そうですね、基本やっぱサイズがでかいクリーチャー赤タンだと困るんですけど、うん、無許可の分解が強いです。やはり無許可の分解たかりやコンボって言われてますからね6点2枚コンボみたいな、はい。さあ、高尾選手はボーマットまで抜いてましたね。おお、もう完全に、まあ、タカリアというクロックが入るのはでかいんでしょうかね。うん、どうですか、まあ、単純にバリスタとか空いてるんで、まあ、力を発揮しづらい、打ち殺されても、はい、まあ、あとはサモン超過も入ってるので、なかなかいつも通りの働きはしてくれないかなと。ケンラ、ボーマット、強心的先導車体がサイドアウト候補に。そうですね、ケンラも2枚だけ抜いてましたかね、まあ、かなりデッキを重くして、ミッドレンジスタイルに。アングラスとか入れてますかね。そうですね、アングラスも赤黒だとまあまあ見るカードですけど、はいはいはい、渋いですね。渋いですね。僕は基本的にプレーンゾーカー何でも1枚ずつ入れるの好きなんでアングラスも好きです、ね、アングラスも、まあ、霊気体などを奪ってそのまま百里橋できるから渋い便利なんですかね。はい、アングラスちょっと結構前なんで何のデッキか忘れましたけど、まあ、何回出されたけど普通に強いなと思いました、はい、おマイナス能力強いですからね、なんといってもプラスも多くのなかなかやります、なかなかやり手です。さあ、ちょっと手札が重い高尾選手、チャンドラ・フェニックスなんか控えていますが、土地があんまり、あ、土地は2枚か3枚ですかね、2枚か、まあ、ちょっとマリガン寄りに見えますね先手高尾選手はキープ。さあ、先ほどは高橋選手が残念ながらダブルマリガンだったんですが、はい、今回は7枚で力強くキープということになりました。さあ、いや、高橋選手リストなかなかこうやって見ても特徴的ですね。ハズレと2枚だったりとか、最近けど赤黒はフェニックスが多いこともあってか結構少ないですね。赤タンは4枚4枚みたいなのが GP 優勝してましたけど、赤黒はハズレと大体2ですね、まあ、その代わりチャンドラがメインから入ってたりしますけど収集ってなんかも目に入ってて、そうですね、フェニックスを意識してるカードですかね、このあたりは。同系強いですからね、やはり。おお、フェニックスが1枚で完結して止まるっていうのはすごいですね。さあ、マリガンの後は6枚でキープをして先日は下と、タカリア、タカリアですかね。いや、いい手札ですかね。さあ、一緒の池からゲームはスタートしてたっぷりの系になりました。さあ、2ターン目出てくるのは液体、もう山のように入ってますから順番に出していくんでしょうね、これがライフリンクを。ハンコンという書いてあるカードが出てこない可能性ありますからね。4ターン目ぐらいまで連打する可能性がさあ、一方タカリア、タカリアもちょっと強いんですが、このカードの前では霞んでしまいますね。さあ、まずは2点ゲイン、2点、一気に4点差が出ますからね。そして3ターン目はサモン長官、サモン長官は毎回ブロッカーとしての役割が合うんでしょうかね。うん、そうですね、やっぱりボーマツとかを残しているようだと単体でもやりよると、まあ、残す可能性も結構高いと。さあ、3ターン目収集手ですね。お、これはブロッカーを乗り越えるとはいえ、霊気体に殴られ続けて状況では結構厳しいからですね。さあ、4枚目土地を置いて
まあ、ただなんだかんだやっぱ地上は膠着しやすいんで、さらに活路を見出すのは分かりやすくていい手段ですね。さあ4マナ、この4マナが何かで、おお、これは結構強いんじゃないですか。そして攻撃は1体と、左門長官では殴りません。まあ、クイチャー6体落ちていきなり大勢の門の誘発が結構ありますか、ね、そうですね、はい。まあ、まずはクリーチャー6体を整えて高尾選手にいろんな角度からプレッシャーを与えるのが、はい、やっぱり逆赤を構え続けながらゲームするっていうのはもう不可能なので、しかもビートダウンがですからね。そうですね、もう盤面も今高尾選手の方が負けてますし、はい、ただ2枚目たかりがあるんで収集艇がアクティブにはなります。そして除去も控えてるんで一応霊気体は対処できます。ただ今手札にあるのは逆赤と、3マナの除去2枚なんで、はい、まあ、やっぱりこういうターンに気軽に動きづらいですね。錯覚から打つわけにはちょっといかないんで、うん、というわけで無許可分解からいきましたね。ライフは18と遠いですね、このライフは。まださあ、左門長官の対象を自分に取ります。この3枚で落ちたカードがクリーチャーレバーほど有利なんですが、アルゲールの団結ですかね、あれは。ちょっと見えないですが、アルゲールに見えますね。見えますね。すごいな、サイドインしてますね。消耗戦になることを見越していてこのサイドインなんでしょうか。まあ、だから高尾選手がデッキを重くしてくるのをもう見越してですか、ね、見越してこのサイドボーディングと、だからミッドレンジ対決みたい、はい、おー、そしてアルゲールの団結周りの話ってなんでこんな白熱するんですかね。前もそうだったんですけど残してますねって話は毎回してる気がしますね。さあこのスカラベ、無許可の分解でしか対処できないんですが、無許可分解は合うんでしたっけ。あるんですが、まあそんなこれぐらい押してない状態だと、はい、もうただ出し直されて、はい、一旦湧くんですけど、はい、ターン終了時に打つと一応返ってくるのが相手のターン終了時にはなるんですが、とはいえこのターンをパスするだけになってしまうと、ただ打たざるを得ないですね。ここはさあ誘発してますよと、はい、さあドロー、もう高橋さんペースですね。はい、ここは攻撃、もうだから高尾選手がその遅くしてくるっていうのをもう見越してですよね。おお、そしてこのバリスタ攻防一体ですね。バリスタはこれはクロックがない状態では無許可の分解はただの除去プラス3点のカードでしかないので、かなり状況は厳しくなっています。収集艇に乗るためのカードとしてタカリアはいるんですが、ちょっと心もたないですね。たかが3点ではやはりスカラベの前に追いつくのは困難なので、はい、うん、まあ、サクハクで対処すると、もう往診をケアしてる場合じゃないと、まあ、そんな余裕はないですね。ないと、これから神が来るのでとにかく、はい、さあ乗ってここは攻撃します。スカラベの神が出るまでにライフをとにかく削らなければならないですかね。もう今ライフが12対11ですかね、ここは。はい、スカラベアゲインでしょうか。そして再びの登場と、これチパカバだけで攻撃もう一回無許可分解を引きたいですよね。そうですね、そうすると結構ライフも詰まるんで、ただ最後の分解ですからね。ヒーターのフェニックスちょっと違いますね。また飛行もいいですね、ここは。はい、今墓地のどのクリーチャーを釣っても飛行自体は対処されなさそうなのでさあライフが9対10に逆転して、これフェニックスと、さあこれでさあアップキープに考えてますね。現状の墓地のクリーチャーだとどれを釣っても飛行は止まらないので、はい、7点はそのまま通りそうですけど、うん、まあ、侮辱を引きに行くために戦術をする可能性があるというところでしょう。いや、わからないです、手札がどっちかどうか次第ですけど、うん、そのまま引きますか。そのまま引きましたね。ちょっとここまであのサモン長が2回ぐらい起動できるタイミングがあったんで、そうですね、起動しててチパカブラとか落ちてた方がこのターン自体はしのぎやすかったかもしれないですけど、うん、さあここは来世のもん、ただ墓地は3枚しかありません。
さあ、うん、攻撃これは通ります。高橋選手しかしもうスカラベの神だけで普通に盤面で勝てそうです。ターンが返ってくればそのまま押し切れるぐらい押してますね、はい、さあここのラストターンですね。ランドランドだと、さあ高橋選手例によっても墓地にはハンコン軍団が控えているので毎回戻ってくる、この先ほどやられた恨みを返すかのごとく戻ってきますかね、ハンコンクリーチャーが。すごい理にかなってますよね、もうスカラベとこのハンコンクリーチャー出してた、はいはい、焼かせて相手を展開をもう遅らせつつ死んだ奴らが帰ってくる、しかも強くなって帰ってくる、コンボってことですか霊気体とスカラベのコンボではないですけども、すごいですね。さあどう見ても盤面で削れない上にブロッカーもいない状態なんで、これは高尾選手絶対絶命ですね。チュパカブラが死ぬと結構まずいですかね、高尾選手としては。そうです、もうそんなの言ってられないぐらい、7ですからね、はい、4-4 帰ってきてタガリアだけ攻撃と。さあもう来世の門もあるので八方塞がり感はすごいですが、はい、これが誘発してライフが10まで10まで。あっとしてタカリア、さあ何を釣るかですが、まずは勇者ですかね。お、勇者ですか。もう土地8枚目の土地引けばほぼ確定で勝ちなんで、うんうん、お、霊気体ついましたね、うん、まあ確かに勇者は後の方がいいかそのメインのターンで引いたとしても、なるほど、その8枚目の土地が見つかればすぐに2気体リアニメントになってチパカブラ構えて勝ちなんであ、そしてこれはもう釣れますね、今このターンで往診、往診がスカラベじゃない方の釣りが、さあもうさまざまなプランがもう8枚目の土地もいらなくなってしまったスカラベの今度はお父さんというかそのリーダーの能力がさあ来世の門意見に捧げて、はい、往診が出ます。夢のようなデッキですね。これでもうスピリットリンクで発展、はい、回復展ライフリンクか、ライフリンクで発展リンク入れつつチパカブラも構えて相手の攻撃も万全と。これはたまらないですね、高尾選手としては。はい、うん、さあ慎重に攻撃値を選んでいます。3体でいきましたね。あ、押して侮辱、たまらず投了と。さあ第2ゲームはもういろんなカードを駆使してスカラベと王神のもうスカラベだけでも十分押し切れそうでしたけど王神のタッグによって見事に高橋選手が勝利して最終ゲームと言いますね。実際高尾選手のライフもうあの時点で7とかでしたからね、神だけでも十分押し切れるぐらいのゲーム展開だったので、はい、サイドボードはピアナラーなど抜いてますね。高尾選手はピアナラーと、強心的戦闘者でしたね。今抜いているカードボーマットは残しているようですね。いや今多分あの手前に出してる4枚がボーマットです。ああなるほど、あじゃあ結構サイドボードされてるんですね。だすごい重くしてたんですね、はいはい、多分。いやチパカブラすごい強いですね、もう改めて思うんですけど。そうですね、平成のネクラタル、平成のネクラタル、ネクアタルがまあ昭和といってちょっと微妙かもしれないですけどさあ先手なのでボーマットを戻して、はい、クリーチャーでコントロールするっていうのはそのまさにミッドレンジがそういうデッキなんですけど、高橋選手のデッキは本当に除去も入ってないので、もうクリーチャーでコントロールしに行くぞという姿勢がもうバリバリですね。人質取りチパカブラと、まあ、実際かなり効いてますよね。もう作画も打たなきゃいけないっていう状況今日何度も見てますし、うん、サイドコーンライフリンク構成がすごいですね、このすごいですね霊気体、何かは残るし死んでも帰ってくるしさあ、 あとはやっぱりローグの強み、もう基本的に対戦相手の方がサイドボードが長いんですけど、はい、もうそれはやっぱり単純にやり慣れてないからですよねあ、平成最後のネクアタル、あ確かにそうですね、もうこれ以上のネクアタルが出ない限りは平成最後のネクアタルがチパカバになっちゃいますからね。おお、まあ個室を超えるやつはエタマスかなんかだって入ってましたね、マスター25か、マスター25に入ってた。いやネクアタルはかつて一世を風靡したカードですからね。
今再録してても普通に強いですよね、カーツとしては。まあでもちょっとチパカブラを見た後だと霞んでしまうかもしれない。いや、ファーストストライクありますよね。ファーストストライクがまずこいつスカラベの神殺せないです、信じられないです。えっってチパカブラだったらいけるけど、ノーマーティアクとノンブラックですか、あれ。時代を感じさせますよね。これあと2年経ったらリムブになる可能性ありますスカラベも大丈夫、はい、さあこれ高尾選手スリーブもどことなく赤黒ですね。名前何でしたっけ、これ何でしたっけ。テネブ、いやテネブじゃないです。テネブってあれです、あの緑白黒のあいつかドラゴンですよ。テネブっぽい名前だったけど、ね、ネヘブ、永遠州なんとかですよね、これなんか。あ、そう、あ、ネヘブだ、惜しい、永遠州ネヘブです。音だけあった、はい、そうですね、まあチパカブラ大体どのフォーマットでも強いですよ ね、 強いですね。キューブドラフトとかでもまあ普通に強いですからね。強いですね。キューブってちょっとずれますけど除去強いですよね、キューブドラフトって。そうですね、テラー最強です。あ、テラーですか。テラー最強です。テラーですか。ありとあらゆるテラーを取るのがいいだという結論にあ、ちなみにスカラベもキューブでも強かった。無許可の分解ってちなみにテラーですか。すみません、違います。あ、違いますか。これはダーバニよりです。あ、だだサンマラ、あ、ダーバニっていうのはサンマラなんで。ダークバニシングって闇の追放っていうインスタントの黒でないクイーチャー破壊っていうカードなんですけど、サンマラになるとダーバニなんですね。サンマラだけダーバニです、はい、無駄なテラー4マナもテラー。分かりにくさやばくない。4マナをビフォールとか言ったりはしない。ブラスカの侮辱ってテラーなんですか。テラーですね。テラーよりです。あれ放送の時はテラーと言ったら侮辱か。僕の放送テラーラスゴダム、テラーラスゴディッチャジャイグロしか出てこない。あと達吉。達吉。さあ高尾選手土地が2枚目あるか。あ、パオキチもあります。お、ありそう。行きましたね。ありそうですね。さあボーマットン球種から。3枚目お互いに7枚をキープしちゃいました。サクハクサクハクタカリアなんで2枚目の土地があるんであればありました、ね、イフリンの視界が、イフリンの視界、しかも黒マナと確かに何でもテラーかもしれない、何でもテラさあ1ターン目ですが、レヒョテンからおー、おーいいですね、強い、やはりブロッカーとして、いやこのカード、そう正直サイドから抜くんじゃないかという僕は思ってたんですけども、いやまあボーマと入ってるデッキにはやっぱり最低限 この役割してくれますから、ね、いや強いですね。ボーマットが一気に強い貯金箱がただの貯金箱になっちゃいましたからね。そうですね、2マナの生贄除去は全部エディクトですね大最悪はエディクトですか。エディクトエースですか。さあここはボーマット優先しましたね、貯金箱、この役割でかいですね。そうですね、まあどっちかっていうとあの相手のコンボも阻害しつつ、もう実際来世のもう破壊してるのとほとんど変わらないぐらいさあ2ターン目は霊気体です。この霊気体除去霊かどうか、除去れなかったらかなり辛いですが、お、栄光をもたらすもんですね、ここは。ただもう土地がないかな。はい。さあ栄光をもたすものが走れば、そもそも栄光をもたすもの除去れるかとかほとんどないですからね。さあボーマットはここで貯金を置いてしまうんでしょうか。このあたり難しいですね。昨夜ちょっと1枚目は、2枚目、うん、持ってたので気軽に打ったっていうのもあったと思うんですけど、展開を優先するか。2枚目はもうどうだと。お、打ちましたね。お、まだ貯金を続けます高尾さん。さあライフは18ですが徐々にプレッシャー溜まっていきますと。結構手札の面々的に普通に4枚だったら捨てそうですけどね、ここは次のターン、はいはいはい、たかりやたかりやなんで捨てることが全く苦にならないんで展開次第では次のターン4枚、土地を引かなかった場合には捨ててもいいと。そうですね、捨てると思います。さあここは勇者です。土地引いたとしてもセットランドしてそのまま捨てそうですけどねたかりや帰ってくるんであんまり関係ない。いやボーマットすごいですね、そう考えたら。いや本当に、まあ、これだけ強引に道を開けてるのはこいつがいるからですよね。お、引きましたね。さあ引いたんであればどうでしょうか。手札貯めていきますか。引いても僕はドローにしそうな。そうですか。ほぼ。おお。これ仮に除去を耐えたらどうします。あ、もう秒で避けます。秒で避けます。さあ4ターン目現状高橋さんがいいようにそうですね、ライフを高い水準で維持してバリスタですかね。さあここは何でしょうか。バリスタですか。バリスタは強烈ですね。まあでも4マナ全部強烈ですからね。チパカブラ、バリスタ、そうですね、侮辱とかですからね。さあバリスタが出てきました。あ、目すぐ倒します。お、使わなかったですね。手札のカードで勝負と。たかりや出してからか、たかりや出して殴って4枚引いた方が良かった気がするけどな
どっちにしろちょっとあの球ドローに変えといた方が良かった気はしますけど、手札のカード全然魅力的に映らなかったんで、まあ、栄光を持たすのはちょっと魅力的に見えるぐらいですけど、ちょっと遠いんでやっぱり、はい、さあいや1、2染みてますね。さあこの勇者スルーしましたね、タカリアの攻撃は。ということは、ということは来世の門があるか、あると。これ来世の門があったら一気にバリスタで打ち殺して2体確定で、もう2枚あると手札にクリーチャー2体あると達成、うん、さあスカラベを出すか迷ってるんですかね、もしかしたら。おお4マナこれ4マナ、高橋さんの時4マナマジで強いですか。あれ今度は誰が出てくるのか、入っていない、入っていないと。ああ人質取り、これタカリアと。まあ一旦攻撃をしのげるだけでも全然違うんですかね。そうですね、現状はちょっと高尾選手の手が若干止まってはいるのでそしてバリスタだけで攻撃と。これでもし土地を、仮に土地を引いたとしても分解しか打てないから、要するにその一旦得てるようなもんですかね、高尾選手としては。あ高橋選手としては。そうですね、まあ、ただちょっとライフも徐々に詰まってはきましたが、はい、臆せずいきますね。さあ攻撃、うん、ここはブロック、おスタックで、ね、タカリアが墓地を置かれる前に先に分解倒して3点のダメージを与えると。でタカリアが交換されてライフが11ですかね。さあここチュパカブラが出るとかなりすごいですが、もうクリーチャーなら結構何でもいいぐらいのレベルですけど、はい、今は高橋選手のペースではあるので、はい、高橋選手はドローが土地じゃないとちょっと厳しいですね。ボーマットを起用しなかった理由としては、どちらかというと栄光をもたらすモーラルが活用できる可能性があると高尾選手の場合は見てたんでしょうか。そうですね、まあ、ただ4枚だったら多分4枚の方が強かったかなって気がします、うんうん、土地1枚プラススペルスペル、まあ、2-2でも、うん、2-2の割合でも多分4の方が強かったと思うんで、うんうん、さあ6枚目の土地をセットして、さあまた4の構えですね。バリスタを増やすとかであれば一番弱いんですが、おーエンドということはバリスタを増やすんですかね。これはそうですね、ブロックしてさあえどうしました。スルーですか。高尾選手このターンのドローは悪くはないですね、1マナだったんでタカリアを起動しつつ動けるカードなんで、はい、そこまで悪くはない、うんうんうん、おこれをスルーですか。サイクリングマナフラットしてるんですか。さあそうですね、高橋選手もちょっと動きがないんで、はい、単純に手札がちょっと弱いのかもしれないですね。ここにはマグマスプレー、マグマしぶき、さっさくで本体に1点打って、さらに手札サクワクありますからね、ここは応心でも大丈夫と。確かに高橋選手今6マナなので普通に応心をプレーもありえなくはない、はい、手札ランドばっかに見えますね。さあ無許可の分解持ってましたっけ。いやないです、フェニックス、サクハク、はい、おーチパカブラ染みますね、チパカブラ。おーいいアクションですね。さあしかし高尾選手タカリアが一応2体いるので、はい、もうクロックにはこと書かないぞと。そしてボーマですかね、引いたのは。さあサクハクは一応持っているので、ただこの霊気体にそろそろ打ちづらいですかね。もうそうですね、悩ましいところですね。はい、これがちょうど6体目ですよね、クリーチャーが。おー、まあ、ただ墓地に基地の勇者もいるんでちょっとあんまりのんびりはしてられないですね、はい、そもそも7マナ目で釣られる可能性がある。そうですね、普通に基地の勇者が出てきて、うんうん、タカリア構えをします。さあは攻撃と、まあ、スルーしましたね。ライフが10、いやー無限に入ってますかね、ハンコンクリーチャーが。まあ、高尾選手としてはタカリア釣るのとあいつ除去するのがほぼ一緒というかタカリアの方がちょっと大きいので、うんうん、サクハクを温存しつつ、はい、さあゲームを進めていきますが、高橋選手7マナ目を引きました。ここは勇者ですか。はい、勇者帰ってきます。
いやー強いですね、この岸野優太というカードは。まさにミッドレンジ大好き人間にとってはたまらないカードです。息切れを防いでくれますからね、やっぱり。さあそして2枚目の勇者が落ちると。そしてこの勇者のサイズも優秀ですね。タカリアを超えるサイズなので、引いたのは栄光を持たすもの、ちょっと噛み合わないですね。このゲーム展開であれば本来強いんですが、土地がないのが痛すぎますね、高尾選手としては。さあ今手札がサクハク、ドラゴン、ドラゴン、フェニックスと、フェニックスとランドが欲しい、うん、無理やり勇者を倒しに行くこともできませんね、これは。そしてターンを返すと、ターンが立つごとにどんどん有利になっていくのが高橋選手の。もう勇者で4枚引いて2枚捨てた後ですからね、はい、このターンのアクションが弱いということはない、はい、最低でも墓地の勇者もう1回出すことができるので、うんうん、4-4がさらに増えていくと。この往診を先に出さないことで策悪をこいつに使わせようという意思が、霊気体に使わせようという意思がありますね。さあここは許可して坊松に土地吸われている可能性ありますね、あの裏向きの3枚があそこ全部途中可能性ありますからね。さあそして2マナ、まあもうこうなったら往診焦って出す意味ないですからね、うんうん、もうとにかくプレッシャーをかけていったら、うわー、うわープレッシャーをかけていったらのプレッシャーの中でも最上級のプレッシャーですが、さあこれ4枚目途中引いてフェニックスが出るんですが、ちょっと遅いですね。もう高橋選手は墓地になんといっても人質取りチュパカブラというとんでもないやつらがさあ戦術1を行って、もう8枚目の土地だけでも十分ゲームを終わらせられるぐらい、人質取りでフェニックスを奪うこともできますからね、何でもできますもん、はい、世界も取れるかもしれないですね、このスカラベ1枚で。そしてライフリンククリーチャーも大量にあるので、まずスカラベ普通にやっぱ殴って強いですからねゴーゴーと、なんすかねゴーゴーって。もう普通に攻防してるだけで高尾選手のライフがそもそも持たないぐらい、はい。さあここはどう詰めに行こうかというところですが、まずは金製品、おっとこれはこの構えは、この構えは戦術も行うと。そこの状況でスカラブ起動しないなんて1個しかないですね往診しかない、まあ往診イコールスカラブ出すようなもんですからね本当に。さあさあ高橋選手これからスカラベスカラベ往診とも毎段3体のクリーチャー釣れる楽しくてしょうがないでしょ地獄のモードに、地獄のモードに入りますね、はい。釣り上げるのはここはライフリンクでしょうか。さあ往診が出たので黒幕でまた戦術しつつ、そういうことができるんですね。釣るカードは人質取りフェニックスを、フェニックスとして速攻がつきます。めちゃめちゃ殴りますねこのターン。もう虫の息ですね、あと一息で。はい、フルパンするんですかね。お、全部殴りましたね。さあ全部殴ると盤面では9、11、15点、ちょうど15点ですね。往診とスカラフェ挟み撃ちですね能力ほぼ同じですからねなんなら、うん、さあこのフルパンで15点あるのでボムとかチャンプするしかないです。そして手札には栄光も出すも2枚、土地を引いても対処できません。これにはさあ10点、高橋選手が2点回復して12対5。さあランドを引きましたが、栄光を持たすのがあと2ターン早かったら、残りライフは5。そうですね、ハレルヤに素晴らしいダイスはあるんですがそこまでは見られないさあここでさあこれゲームセットとなりました。というわけですごいですね、オリジナルデッキですかね。はい、イクさん総国環境名人戦優勝者は、高橋哲弘選手の青黒星になりました。おめでとうございます。いやー素晴らしいオリジナルデッキ。いや素晴らしいですね、まさに往診を最速で釣るプランではなくコントロールして最後にという、まあ普通にやっぱ勝つってのは多そうですよね、はい、スカラベが。まあ、あとは今日も何回か話題に挙げてた、はい、サイレントグレイブストーン、はい、あれは往診には効かないので、まあ、追放するっていうプランはありますけ ど、 おなかなか難しいですね。では戻していただいて、
いやー素晴らしかったですね。名人たるゆえんというか、名人デッキという、デッキもすごいですし、プレーもプレーも素晴らしかったということで、高橋選手惜しくも敗れしまったんですが、こちらも本当にこの環境まだまだ研究しがいがあるから、もう3ヶ月やらせてくんねえかと、もうちょっと続いてくれていいんじゃないかってまだ終わってないぞっていやギフト実は3種類今回トップ8残ってて、赤青王神と、青黒王神、そして青白王神と残ってたんですけど、優勝がなんと青黒王神と、誰が予想したでしょうかという。そうですね、この中だと一番マニアックというか、はい、いません、名人たるゆえんというプレーを見せつけてくださいました。いやそうですね、王神というカードが強い。そうですね、特にその青白の場合4ターン目に釣るプランがあって、青バカの場合は、まあ、その素早く一瞬で殺せる16点プランが、一方青黒はそんなに速くはないんですけど、その代わりこういったように全く違うゲームプランができると素晴らしいですね、まあ、クリーチャーが単純に一番強いですよね、うん、きっと青赤とかはその来世の門が使いやすいとかがあるんですけど、青黒はそこがない代わりにクリーチャーが普通のスペックが素晴らしい、ただクリーチャーが強いと、チュパカブラとあのライフリンク軍団が恐ろしいですね。いや恐ろしいですね、何回熟って何回戻ってくるんだみたいな。王神で釣るカードで天使がないと負けっていう状況が多かったんですけど、こういうデッキだと天使みたいなカードいっぱい入ってるから、ね、高橋さん的にはミニ天使がいっぱい入ってるのでミニ天使アクザン7枚入ってますからね、デッキに。さあそうですね、今の環境、まあ、本当に次のプロツアーも結構 なんか新しいワクワクデッキが出てくると僕は思ってるので、それも楽しみですけどね、できれば自分たちが使えれば一番いいんですけど、うん、ぜひ持ち込んでほしいですね。そしてこの今サイドボード見てるんですけど、高橋選手のサイドボード夢盗みとか、そうですね、3マナ1、2の、ね、これもなんかエスパー王神とかで昔見たことがある気がしますけど、うん、釣って殴ると4ディスカード、そうですね、すごいカードですね。このさあ、まあ、ちょっと優勝者インタビューはきっといろんな問題でできないかな、できるかな、いけますかねこれ毎回大丈夫ですか、そのこの終電間際なんですけど、今日は無理じゃないかなと思ったんですけど、いけます、いけます大丈夫です大丈夫ですか、終電とか大丈夫ですか。あ、じゃあちょっとお願いします。あ、ではなんとですね、今回優勝した見事環境名人になりました高橋哲也選手にお越しいただきました。あ、どうぞお越しください。いやもうすごかったですね、とまずはおめでとうございます、はい、はい、いや特にちょっと妻さんも話したんですけども、うん、あの準決勝のあのフェニックスにブラスカン侮辱を打たない、打たなかったターンがあって、いやあの時に2人で侮辱がないとずっと言ってたんですけど、うん、まさかあると思わなくていやもうあのプレーが素晴らしかったなっていう、もう決勝も見事に冴えてプレーが、ああ、はい、ありがとうございます。はい、今回のデッキずっと使用されてたんですか。そうですね、もともとはチームグランプリに向けて、はい、ずっといろんなデッキ京都、はいはい、やってるうちにあのデッキちょっとたどり着いて、うん、まあ、グランプリの方はちょっと初日打ちちゃったんですけど、同じ機械使えたんですか。はい、あのデッキを使いましたね。残念でした。今回はもう見事にも接続を果たしたということで、うん、はい、やはりそのツルプランと、そうですね、普通に殴るのが2個あると、うん、どうでした、その釣るのと普通に殴るのどっちが多かったですか。まあ、基本的には釣る方が多いですけども、はい、まあ、大体相手こちらの構成知らないんで構成知らないうちは釣って勝ってその後相手警戒して動き変わってくるんで、坂構えてきたら今度はと、はい、そしたらミッドレンジとして戦うっていう感じですね。おお、なるほど。いや、まさにその戦い方がもう決勝ラウンド随時垣間見えて、いや素晴らしかったですね。ありがとうございます。いやもうライフリンクが場から落ちるたびにめちゃくちゃ入ってるからって言われて、往診で毎回釣れるんで悪山が毎回帰ってくるみたいな感じでしたね。いやもうまさに環境名称ふさわしい、まあ、見事勝利でしたが、まあいつもデッキいろんなデッキを持ち込まれるということなんで、まあ、今後名人としてもういろんなデッキを持ち込んでいただけたと思います。はい、いや本日はありがとうございました。ありがとうございました。